ジャン君、おはよう。いいね、ちょっとだけ日が入っているところですかさず日向ぼっこしてます。少ししか当たってないんだけどね。おいで、こっち。はい、シャーって言うな。ご飯の前は必ずシャーなんだね。ご飯取ります。お腹が空くと気が立つってことかな。はい、ご飯だよ。はい、ご飯です。母ちゃん、ご飯です。はい、おいしいね。
トイレに入ってる。トリちゃん。もう少し有効的にご飯を食べようね。ここだ。ここが空いてたら投げられそう。そうだね。うん、じゃあこれでは。やな。どうぞ。ちゃんくん、あんずちゃんのご飯気になる？あら、あんずちゃん上積みしか舐めないよ。そうなんです。君。あんまりウェット食べないんですよ。ちゃんくん食べてみよう。ちゃんくんもこのウェット食べるかな？どうかな？ちゃんくんも食べるときと食べないときが、お、ちょっと食べています。で、後半です。はい、かおりん。はい。まだ素手ではダメですか？はい。ちょっと警戒音出してるね。はい。はい、じゃあこれね。かおりんちゃんは、ちょっと釣り目で、綺麗な目してるのに少しだけね困った顔になるんだよね。ちょっと不思議な目の形だね。ちょっと手が入らないんだよね。ああ、分かった。はい、ちょっと、あれでも綺麗かな？うん。かもしれないね。うん。全然手でなんか触ってませんよ。はい。ね、一回行こう。はい。ちょっと気づいた。でも結構いいもんでしょ。あ、痛い。すいません、脅かすつもりはないです。
もう少し手前に来てくれると撫でやすいな。どうですか？人の手も結構いいでしょ？香り。はい、はい、ブラシだよ。見せかけて手だよ。ねえ、いいね。いこいこ。それはちょっと怖いから顔背けてんのかな。後でやろうね。カオリンね、アンズちゃんが邪魔してなかなかこっち来れないんだよ。キャリン、すごいね動きが。アンズちゃんが、よし、アンズちゃん。え、でもこっち、おしゃいって。おしゃいのよ。私のご飯おしゃいのよ。はい。はい、どうぞ。どうぞ。ゆっくりお食べください。うん、すごいお腹空いてたんだね。そうだね。でもカリカリ残ってたんだよ。カオリン。カオリンちゃん、カリカリも食べてね。はい、アンズちゃん。一番甘えてるアンズちゃん。アンズちゃんはね、結局ね、ご飯が食べたいとかっていうよりは、ね、甘えたいだけなんですよ。アンズちゃん。何ですか、アンズさん。歩こうよ、アンズちゃん。はい、じゃあご飯もあげますよ。はい、ご飯食べようね。はい、いい子だね、アンズちゃん。はい、いい子、いい子。はい、いい子だね、アンズちゃん。はい、よかった、よかった。はい、いい子。ポンちゃん。向こうにカリカリの用意があるそうですよ、ポンちゃん。そして、ジャン君もご飯用意あるってさ。